つけてね。俺の偽物が現れたらしい。はあ？そいつは坂本龍馬を名乗ってイギリス製の武器を買い付けている。幕臣の勝倫太郎の門人で京の薩摩藩邸に現れた。おい待てって、何がどうなってんだ。俺にもわからねえ。だがその坂本龍馬を新選組が探し始めている。お前の耳には何か入ってねえか。もう一人の坂本龍馬のことが。いや知るわけねえだろ。知っていたら真っ先にお前に話してる。だよな。けどなんでお前の名前なんて語るやつが。わからねえ。誰かが俺をはめようとしているのかもしれない。新選組がその偽物を追いかけてるって言ったな。と言っても俺がその坂本龍馬を追う役だ。近藤勇が俺を指名したらしい。なんだと。おいそれってお前の正体がバレてるってことじゃねえのか。もし近藤が1年前の覆面の男なら俺の顔を覚えているかもしれない。近藤はそれを確認しようとしているとも考えられる。それじゃあお前やべえじゃないか。だがどっちにしても断れねえ。今はそのもう一人の坂本龍馬を追うだけだ。これから薩摩藩邸にいる西郷って男から話を聞いてみる。薩摩の西郷か。そっちはそっちで厄介な相手だがな。どういう意味だ。薩摩は日本の端で300年幕府の命かすめて力ため込んできた藩だ。異国との密貿易でな。それで幕府でさえ薩摩が勤皇の倒幕派に回らないよう気遣ってる。
その薩摩の鍵を握ってるのが西郷吉之助ってわけだ。連中は秘密主義で身内しか信用してない。なるほど。今のところ薩摩は幕府と一緒になって勤皇派の長州を京から追い落としてる。長州はそんな薩摩に恨み骨髄だ。そのくせ薩摩は裏じゃ幕府を倒して勤皇を牛耳ろうと画策してるって噂よ。とんだ食わせ者らしいな。まったくさ、勤皇思想のみで突っ走る長州と現実主義の薩摩じゃ水と油だ。町で薩長の下っ端同士が出くわしてみろ。いきなり切り合いが始まるぜ。犬猿の仲ってやつか。まあその話はいい。お前の偽物については俺の方でも調べてみる。そのもう一人の坂本龍馬ってのがイギリスの武器商人とつながってるってなら、どういうやつにしろ大物だ。そいつがお前にどう関わってくるのか俺たちは知る必要がある。頼んだ。用心しろよ。ああ。毎度。
あの新選組の斎藤さんですよね。ああ、この前のバクトか。どうした？以前沖田さんと追い払ってもらった戸原氏がまた現れたんです。どうやら今度はムクロ街でうろついてるらしいんですが、また新選組さんのお力でなんとかなりませんかね。またか。しょうがねえな。ありがとうございます。私は先に行っていますので、ムクロ街で落ち合いましょう。
りは。Huh!
Come on.
細なとこで人生終わりかない。あ、斉藤さん、待ってましたよ。さあさあ、こちらです。随分と人気のないところまで行くんだな。ん？来たか、斉藤。また会ったな。また悪さをしているらしいが。それは貴様の方だろう。何？罠にはまったな、斉藤さんよ。貴様と沖田にはこの前恥かかされちまったからな。ちょっと仕返しさせてもらおうと思ってな。まさか。これでよかったんですよね。役目は果たしましたから、ちゃんと分け前くださいよ。おお、上出来だ。分け前は後でたっぷりやるからよ。そうか。お前ら、あれは斉藤さん。何かまずい状況になってる。沖田さんは？いくら三番隊の斉藤とはいえ、今日は一人だ。沖田もいねえ。このままじゃまずい。なんとかしないと。こないだの借り。
なかなかやるじゃねえか。俺たちも伊達に剣術積んでないんでね。け新選組といっても所詮は多摩の田舎者が集まっただけじゃねえか。調子に乗ってんじゃねえぞ。あかんで、はじめちゃん。独り占めはわしも混ぜてくれ。その声は大きたか。ああ、まさか大きた。誰や今新選組のことバカにしたやつ。もう一遍言うてみろ。ひぃ新選組最強の一番隊と三番隊の隊長を敵に回すとは度胸やで。今すぐやったろやないか。こんな状態で大北なんかまで相手にしたら間違いなく殺される。すみませんでした。許してください。起きた。何や。助かったぜ。気にすんね、はじめちゃん。ほな、わしゃ先に帰るわ。おい、起きた。どこへ行くんだ。はじめちゃん、一体どうしたんだ。聞いたで、例の鳥羽嵐の連中の件。わしをほっといてムクロ街で散々暴れたらしいな。何を言ってるんだ。あんたもあの場にいたじゃねえか。は？わけわからんこと言うやないか。お楽しみを独り占めしたかったんやろ。そしたら素直にそう言ったらええやないか。たく、もうええわ。よくわからねえな。
起こしやす。はあ。どうも、大きい。